こんにちは、ミュージックアースレンズの林です。今日は9月24日に発売されるコルグの新商品クロス2をご紹介したいと思います。まず見てください、この外観。高級感のあるラバー塗装となり、スベスベとした素材で汚れもつきづらい表面になっていますね。これはエントリーモデルとしては珍しい外観ではないでしょうか。今回はこのクロス2が以前のモデルと比べてどこがパワーアップしたのか、そちらをご紹介していきたいと思います。まずは音色の数です。前モデルクロスが953個だったのに対し、なんとクロス2では1603個と大幅に音色が増えております。2になって収録し直したサウンドがたくさんあります。またコルグのシンセは全体的に高音域が強いイメージがありましたが、全体的にハイのギラギラしているところがなくなり、自然かつ高級感のあるサウンドになっております。同価格帯のモデルと比べてもかなり多い音色になっております。またクロスの特徴である軽量化小型ボディで、前モデルが 4.3kg だったのに対してクロス2は 3.8g と 500g の軽量化されています。とても軽いので女性でも持ち運び楽々できそうですね。また前モデルと同様に電池駆動も可能、単三電池6本で約6から7時間ほどの使用が可能なので、野外ライブで電源が取れない場合でも安心です。そしてこのクロス2にはレコーダー機能までついています。使用する SD カードの容量分まるまるオーディオ録音が可能なため、今日の練習はドラマが不在なんて日も、あらかじめ録音していたドラムの音を使って練習も OK です。そして本体の右側を見てみると、バットが16個ついています。こちらはサンプラーとしても使用が可能になります。さらに自分の演奏をパッドに録音ができ、その上ループ再生も可能なんです。これによりリアルタイムで音を重ねていってパフォーマンスするなんてこともできちゃいます。もちろん声や効果音を鳴らすサンプラーとしての使用はもちろん、難しいフレーズをいかにも演奏しているように見せる裏技的な使い方もある。ではこちらのパッドでちょっと遊んでみたいと思います。てな感じで簡単にできちゃいますね。またクロスにはなかったスイッチ、ノブ1、ノブ2の3つの端子がつきました。これにより全モデルでできなかったリアルタイムでパラメーターを調節することが可能になりました。これまでのミニインターフェースとしての機能に加え、オーディオインターフェースの機能も搭載。そしてパソコンだけでなく iPad や iPhone といった iOS 端子にも対応しました。はい、コルグのクロス2いかがだったでしょうか。新たに増えたパッド、サンプラー機能とオーディオインターフェースも搭載で作曲もできるようになりました。音色も格段に増えて、直感的な操作でさらに使いやすく、初心者の方でも安心して使っていただけます。ボディもスタイリッシュで高級感あふれる感じで軽量になっていて、女性の方でも安心して持ち運びできます。コルグのクロス2はあなたのやってみたい、こうしたいの全てを叶えるシンセサイザーになっています。私林もおすすめです。ぜひご検討よろしくお願いいたします。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。